金華サバ入れましたよ。いきますね、優しく鱗を当たっていきます。これ1個で優しくなんですね。でも内部と塩水の氷水でしっかり包丁ね、骨に沿っていく、包丁を滑らして一緒ですね。皮目に入れて骨に沿っていく。腹をかいていきます。包丁の重みを預けながらで、ストッと塩を当てていきます。で、冷蔵庫で3時間締めていきます。ここで塩を落とす。冷たいお酢ですね。1時間つけていきます。いい感じで絞ってください。こちらで少し寝かしていきましょう。うわ、うまそう。最高。おー、うめー。